専属高等女学校を家庭の事情で中退後の1930年7月東京松竹学劇部に入団同期に同じく女優となった愛染夢子や大塚君を渋谷正代がいる1932年1月大塚君夫や渋谷正代ら7人と優秀新人グループとして結成されたジェルモンシスターズに加えられ レビューに活躍するが、同年4月、映画化入りを希望し、松竹蒲田撮影所に採用される。なお、愛染は2ヶ月早くに、同所へ入社していた。1932年当時の水、久保澄子それから間もなくなるセミキ夫の、虫ばめる春に出演し、三女役を演じ、次女を演じた愛染と共に評価を高めた。ついで出演した。 島津康次郎の嵐の中の処女でアイドル的な人気を獲得。以後も立て続けに、チョコレートガール、君と別れて、などに主演した。また、非常戦の女では、レコード店の店員、和子役を演じて、主演の田中絹代に引けを取らない、存在感を示した。1934年3月に、松竹鎌田から、松、竹下か撮,撮影所に移り、 林長次郎主演の時代劇、月形半ペータに出演するが、突然自殺未遂事件を起こし、1934年6月には、ダンサーをしていた水、久保の姉の田川清子と一緒に、日活玉川に電撃移籍してしまう。この事件は当時マスコミの格好の餌食となり、興味混じりのゴシップとして大々的に報道された。 スキャンダルにめげず、若夫婦試験別居に、主演、さらに、滝口慎太郎との共演、眼頭の処女など、ハイペースで映画に出続けるが、1935年9月、緑の地平線撮影中に、フィリピンから留学してきた、時系以来の医学生を名乗るバレンティン・エディタン・フツコと、電撃結婚、作品を、途中交番し渡航してしまう。怒った日活は水、久保解雇後、 大学に、星麗子を建てる。水久保とは、松竹鎌田時代から知り合いだった。この男は、南洋の王子様で大邸宅に住んでいるようなことを、言っていたが、そのジフィリピンの実家は単なる掘った手小屋。水久保はこの根下で、日本人というより、当時差別のひどかった、中国人の女中とみなされ、こき使われた。 騙されたことに気づいた水久保は一年と持たずに逃げ出したが、その際、一時を残してきたと伝えられている。帰国を果たした水久保だったが、度重なるトラブルを引き起こした彼女を起用しようという映画人はもはやおらず、業界から完全に追放される。その後は、各地のダンスホールで踊り子をやったり、吉本工業のショーに参加するなどしていた。 1941年、神戸で、ダンサーとして舞台に出ていたのを最後に、消息不明となる。なお、映画評論家のハズみツネオは、戦時中満州で彼女を見かけたという。かつての初々しい少女が妖艶に変身していたと、語った。その、ハズみの語った通り、2008年に出版された、堀田吉恵上海日記に、リコーランに言及した内容が記されており、 その中に、水、久保のことも語られている。1945年10月24日、この日記の筆者、堀田義恵が、間という知人が収容されている住宅を訪ね、夕食を一緒に食べ少し飲んだ時の話である。以下引用その時の話に、緑園僧の川北さんのところにいる、リコーランについて、リコーランは捕まった。山口俊子は捕まらぬのだ。 という話あり。なるほどというわけで大いに笑った。また水、久保澄子が大陸新村とも呼ばれているにいることや、高見淳の先の女房の石川愛子という人も上海にいるという話だった。一昔ならしたのが、いろいろとひっそりと上海にいるらしいと愛田氏は何度も言った。戦後帰国したが、フィリピンに残した子供が母親探しに来日した際には、 名乗り出なかったと伝えられている。なお、1968年9月29日号の週刊朝日芸能の芸能人、あの人は今や。という記事によると、東京、目黒在住でひっそりと暮らしているそうというコメント入りで消息が掲載されていた。絶頂期の当時としては非常に都会的、現代的な顔つきで、 和製のシルビア・シドニーとも呼ばれ、アイドル女優の走りとも言うべき存在であった。牧野正宏や片岡千恵蔵が彼女のファンだったという。非常戦の女、映画の友1933年9月号。ありがとうございます。